ベヌエ川の流域ベヌエ川は、ギニア湾に注ぐニジェール川の最大の支流。全長約1370キロメートルにわたり、雨季である下季中の航行が可能。そのため、流域の重要な交通路となっている。チャド現地語で、水の母という意味がある。ドイツ人のアフリカ探検家である、エドアルト・フレーゲルが1882年9月に、アダマワ高地の南部、 カメルーン北部のヌガウンデレの北に源流を発見した。源流の位置は、北緯7度30分、統計13度である。ベヌエ川はまず北上した後、ガルアなどを通って、西に流れ、ナイジェリアに入り、アダマワ州の州都であるヨラ、イビを通過する。コギ州の州都である、ロコジャでニジェール川に交流する。ベヌエ川の最大の支流は、マヨケビ川。洪水地には、 チャドコ水系に属するロゴーヌ川とつながる。なお、1986年には、ベヌエ川源流とガルワの間に、離水、地水、発電用に高さ40メートルのロックフィルダムである、ラグドダムが建設された。ダムの南には、人造湖であるラグド湖が広がる。1832年に、イギリスの探検家のランダーが、ロコジャを訪れてからは、 ヨーロッパの人々の内陸進出路となっている。ナイジェリアで初めて登録された世界遺産がカメルーン国境に近いベヌエ川沿岸のスクルにある。位置は北緯10度44分26秒、統計13度34分19秒。1999年に文化遺産、スクルの文化的景観として指定された。 他の上にある主張を意味するハイディという名が付けられた宗教的なシンボルともなっている宮殿と支配下にあるダン,ダン畑の村落の対比で知られる。ありがとうございます。